ディゾン鳴子会アスカ王蘭さんアッピ若手役華道茶器朝香鳴子一族恵み朝香鳴子友和会カブトよさこい歌詞はくれない千代連国展会以上の12チームです。続きましてファイナルステージの審査員の皆様をご紹介したいと思います。ユミン様、会場後方の審査員席ご注目ください。まず高知市役所主査法宮本愛様、 ABCD しかねえのにさ審査してもまあ AB に。続いて高知県東京事務局局長有沢勲様、チーム取って8チーム3チーム取って3、4、10。続きまして株式会社テレビ埼玉クリエイティブ常務取締役松本芳夫様、続いて長野県佐久市副市長花里栄一様、続きまして株式会社ジェイコブ埼玉東日本工場川越局局長柏倉武史様、続いて十文字学園女子大学教育人文学部児童教育学科教授地域連携共同研究所所長星野敦子様、そして埼玉県県民生活部文化振興課副課長長嶋健一様、逆下に買ったんだ、わざわざ昨日のこんなのいちいち出したけど。以上7名の審査員の皆様をご紹介させていただきました。なお審査の方法ですが、審査員1人の持ち点が50点あり、7名のうち最高得点者と最低得点者の2名分の得点を除いた5名分の合計得点で決定いたします。審査員の皆様、厳正な審査をどうぞよろしくお願いいたします。チームフォロワー多くなるかもしれない。さあ、それではいよいよファイナルステージ演舞の始まりとなります。入会する人増えて、最初のチームはディゾン鳴子会アスカの皆さんです。どうぞ。